皆さんこんにちは、水おじさんです。今日はですね、突然発表された iPad mini 7、正しい名称は iPad mini A17 Pro となったんですが、発表されました。なのでこれがね、 iPad mini 6とどう変わったのか速報でお伝えいたします。早速見ていきましょう。はい、ということでね、ウェブページを使ってちょっと見ていきましょう。 iPad mini Apple Intelligence のために設計ということで A18 に対応するという噂もあったんですが、 A17 Pro、 これは iPhone 15 Pro モデルに搭載されたものですね。なので iPhone 15 Pro モデルも Apple Intelligence に対応なので、 iPad mini A17 Pro も当然 Apple Intelligence に対応ということで、カラーがですね、これちょっと見えにくいんですが4色あって、こちらですね、美しい4つのカラーで登場ということで、スペースグレー、スターライト、パープルは変わらないんですが、新しくブルーが出ています。ちょっとグリーンっぽいんですが、名称はブルー。あとパープルがなんか若干薄いですかね。スペースグレーも薄くなった気がします。そして大きな変更点としてはこちらですね、 Apple Pencil Pro、 もう作らずにはいられないということで Pencil Pro の方に対応しました。第2世代は対応から外れて Apple Pencil USB-C か Apple Pencil Pro、 この2つに対応に変わりました。まあこれはね、対応するんじゃないかとも言われていたので、しっかりと対応してきました。そしてこちらですね、なんといってももう名称にもなっているんですが、 A17 Pro チップに対応しました。 iPad mini 6からは最大 30% 速いパフォーマンス、そしてグラフィックの方は最大 25% 速いグラフィック性能ということで、 AAA のゲーム、これは最新のゲームのことですね、これもサクサク動くということで、やはり頭が良くなったところは嬉しいところ。ただしですね、ステージマネージャーには対応してないように見えます。ちょっとですね、いろいろ見たんですが、対応していないという明記もないんですが、対応していればおそらくここ書くんじゃないかなと思っているので、そこを期待していた人には残念かもしれません。ただしこれ速報なので間違っている可能性もあります。このあたりが大きな違いなので、実際に iPad mini 6からどう変わったのか比較表を見ながら見ていきましょう。はい、ということで左が iPad mini 第6世代、右が iPad mini A17 Pro モデル。 iPad は世代で呼ぶのをやめたみたいですね。5月に発表された iPad Air も Pro も全て搭載されるチップの名前になりました。第7世代ではありますが、正式名称は A17 Pro となりますのでご注意ください。で、先ほどカラーに関しては4色、スペースグレー、ピンク、パープル、スターライトだったのが、スペースグレー、ブルー、パープル、スターライトとなりました。色合いは同じように見えますが、パープルにしてみると結構違うように見えますね。ミニ6の方が濃く見えます。そして肝心の価格はですね、実は値下げになりました。 78,800円なので6000円値下げされてます。しかもですね、この後解説もしますが、ストレージ最低が 128GB からになっています。なので値段は下がったのに最低ストレージは 128GB、これはもう待ってた人は買うしかないです。そして主な違い見ていきますが、ディスプレイに関しては iPad mini 6と全く同じ 8.3 インチだし、相変わらず液晶です。そして先ほどから言っている通り、チップはアップグレード、 A15 から A17 Pro、 これで Apple Intelligence に対応しました。これはかなり嬉しいですよね。そしてカメラ自体は特に変わらないんですが、スマート HDR という中身の機能が1段階パワーアップしています。それは後でも出てくるのでそこで解説しますけれども、変わらなかったところとして、このフロントカメラのところですね、iPad はすべて横にしたとき中央、縦に持ったときは右に来るところに来たんですが、ミニはやはり縦で使うこと想定が多いのか上のままです。そして USB-C コネクタは変わらないんですが、実は内部的にはパワーアップしていて、ミニ6のときは最大 5GBps の転送速度だったんですが、 A17 Pro の方は最大 10GBps の転送速度、2倍になりました。生体認証はね、トップボタン、電源ボタンのところのタッチ ID は変わりません。スピーカーも変わりませんが、 Wi-Fi がちょっと変わって、 Wi-Fi 6から 6E 対応になりました。なので最大で2倍の速さになります。そして 5G 対応は変わらずで、ここのペンシルは先ほど言った通り第2世代と USB-C だったのが、プロと USB-C 対応に変わりました。これはね、かなり嬉しいです。今まで iPad mini 6にするとき第2世代に持ち替えなきゃいけなかったので、ペンシルプロに対応したことはかなり嬉しいところ。そしてキーボードは相変わらず準備されず、 Bluetooth キーボードには対応してますが、純正キーボードは出ませんでした。そして容量は先ほど言った通り最低が 128GB になりました。6の時はこの2種類64と256だったんですが、新たに 512GB も設定されています。当然値段は上がっていきますが、最低 128GB で価格が下がったことが一番嬉しいところ。そしてサイズと重量に関しては全く同じです。グラムから厚さ、幅、高さ全て一緒になりますので、ミニ6と同じ感覚で使えます。ディスプレイに関しても全く同じですね。特に変わりません。なのでゼリースクロールは当然直っていると思いますが、有機 EL になったとか最大ニット数が上がったとか、そういったことはありません。
ませんでした。ただここですね、 Apple Pencil のホバーに対応しているので、 Pencil Pro を使うときにどこに今ペンが着地しそうか、そういったことが分かる機能がホバーという機能です。そういった意味ではディスプレイ、ここだけはパワーアップしています。あとバッテリーの持ちについては相変わらず同じですね。これはどの iPad でも同じ、ミニじゃなくてもエアでもプロでもこの書き方なので、最低限ね、この使い方、ビデオ再生では最大10時間だとか、インターネット利用は最大9時間だとか、そこに関しては変わらずです。あとカメラに関してはほとんど変わらないけど、ソフトウェア的なところが変わったというのが、この写真のスマート HDR が4になってます。3から4に上がっているので、内部的な処理は上がって綺麗に処理してくれるようにはなっています。あとは細かいところですが、先ほど言った通り Wi-Fi 6は 6E に対応しているのと、 Bluetooth が 5.0 から 5.3 になっています。これでほとんどの製品が Bluetooth 5.3 になったかもしれません。あとここは大きな変更、 SIM カードがナノ SIM と eSIM 可能だったんですが、 A17 Pro はなんと eSIM のみになりました。ここは買うとき注意ですね。最後に価格を見ていきましょう。 128GB が 78,800 円からで、 256GB は 94,800 円、 512GB は 13,800 円ですね。これは Wi-Fi モデルです。最低価格はかなり買いやすくなったのと、 256GB でも10万円以内になりました。前回10万円超えしていたので、こちらも値下げになってます。新しく用意された 512GB は13万超えなので結構しますが、長く使うことを考えたらこれもありかなと思っています。私は今回ブルーの 256GB を注文しています。じゃあこれをセルラーモデルにするとこちらですね。 128GB だと 104,800 円、 256GB だと 12,800 円、そして 512GB だと 156,800 円ということで、結構値段は上がりますね。セルラーモデルかなり高いところがちょっと気にはなるんですが、よくね、外で通信する方はこの値段でも仕方がないかなという気はしています。はい、ということで今日はね、 iPad mini A17 Pro を速報でお届けいたしました。期待にね、応えてくれたところもありましたし、もうちょっとね、ディスプレイサイズとかステージマネージャーとか期待したところもありましたが、まずはね、3年ぶりに新しくなったというところを喜びましょう。 Apple Intelligence は一番ね、 iPad に向いていると思っているので、とにかく開始が楽しみになってきました。待ってた方も多いと思うので、安価になった上にストレージが倍ということを考えてもかなりお買い得ですので、ぜひ買っていきましょう。まずは速報レベルですが、またね、購入したら実機をお見せしたいと思いますので、今のうちにチャンネル登録をしておいてください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。